えっと、今から会社辞める少し前なんで今から10年ぐらい前に思いついたアイデアなんですけども10年以上前に思いついたのに、はい、なんでまだやってないんですかえっとちょっと2つ2つ3つありまして1つは、まあ、自分のビジネスあの思いついた時はあのもう会社にちょっと思い入れが薄くなってたんで時間とかお金の余裕があったんですけどその後すぐに。 まあ、自分が今やってる本業であるマージャン店の経営を始めたんで気持ちがそっちそれには気持ち今も向いてるんでまあちょっとサイドビジネスをやる気持ちとか時間の余裕がなかったっていうのが1個でもう1個があの非常にいいアイデアだと当時思ったんですけどあの集客の部分だけがその自信がなくてなんかそのえっと当時か。 まず気持ちの余裕と時間のお金の余裕が10年間ないってことは多分ない。ないあ、ない、ないです。やろうと思えば多分できたと思います。ですよね。だ、ええ、から、それはあんまあ。ただまあ、規模、気持ちが本業に向いてて。プラスアルファ背中を押すものが正直なかったのかなと。で、まあ、これに出て、まあ、仮にですけど、オール達成して。お金が手元に来れば、さすがにお金を預かったけど、やりませんっていう。 こととにはならならいと思うんでそのお金が背中を押してくれるかなとまあ9年間ぐらいずっとあのアイデア良かったのになっていうのはずっと気持ちとしてあったんででも背中を押す何かなかったんで、まあ、300万円が背中を押してくれるかなとあじゃあ僕らが「このビジネスはずっとやった方がいいよ」って言って背中を押せばいいわけですかっていうのを希望してきましたけどまあ,あの面白くないよっておっしゃられるんであればもう仕方ないです。 まあ、そのビジネスモデル要は集客だけがちょっと自信ないって言いましたけど集,集客以外何が自信あるんですか逆にだって自信あるビジネスモデルだったら集客できるじゃないですかまあそうですね集客だけがってよく言う人が多いんですけど集客,集客ってすべてだと思うんですよ集客,集,客集客というかサービスを多くの方にこういうサービスがあるよっていうのを知っていただくところが苦労すると思ってた多分そのビジネスモデル云々 の話じゃないというか、はい、あの何だろう。今多分自分の考えたことをトラの方にフィードバックされて、ただ気持ちよくなってるだけというか。まそこは否定しないです。正直自分でいいアイデアだなと思って、それをビジネスやってる方にちょっとぶつけてみて。 意見はは聞きたたいいっていう気持ちは正直ありましただから多分やんないっすよねお金もらってもいやそれはさすがに金もらって何もしないはないと思いますさ、ね、んですよいいまずあの先ほど言った通り余裕ないっていうのは嘘じゃないですかだってあお,お金的な余裕は多分当時も,今も、うん、時間もあったじゃないですかだって事業個人事業主だったんですよね事業そのものに対するこうなんて言うんですかね 思い入れがやっぱ薄いんだと思うんですよね。それはなんで僕らが背中を押さなきゃいけない。いや、まあ、そうです。ただからアイディア自体は面白いよねって思っていただけたら。まあ、自分の、まあ、そういうセンスは認めていただけるのかな。まあ、なんか自分で満足できるのかなと。思ったような多分、麻雀の、麻雀のスタッフ、それて居酒屋で語ってる方が、多分いいと思いますよ、これは。ここで発表する話じゃないというか、なんかビジネスコンテストとか、ビジネス。 なんかそ発表会みたいに行って初任欲求だけ満たされれば終わりの話で多分お金もらってこれやりきるって無理だと思うんですよ。お金もらったからでさすがにやんなきゃいけないんでできると思いますみたいな多分そういう話じゃないというかここでビジネスのこうフィードバックをするのがそもそもなんか腹,腹が立つというかすいません10年温めたっていう割にはなんかクソみたいなビジネスプランなんで。